はい、どうも、なおちんです。さあ、今日からドラクエ10オフラインやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ストーリーもやりつつ、やり込みもぼちぼち出していければいいかなと思っております。では、スタート!なんかドラクエ10のイメージがちょっと俺の中とは違うな。街の中からスタートすると思ったら村だね。しかもかなりなんだろう、ジャングルの村で原住民みたいな感じで、ここからスタートなんだ。なるほど、敵は見えてるタイプか。はい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 、これね。でダッシュがあるから、これなんだ、アイテムかなんか。あ、はい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 、最初ポイントなんてあるんだね。アイテムを拾える。初めての戦闘、スライムナイト。なるほど、やっぱこういう戦い方ね、いいね。 RPG はこうでないと。え、これ最初にこれレベル上げとかなんかしなきゃいけなかった？特技もなんもないでしょ、これやばい一発目から死ぬわ、これ間違いなく死ぬわ。うーわ、2回攻撃とかあり？これ絶対勝てねえじゃん、これ絶対勝てない。これレベル上げてこなきゃいけなかったな。ギャーだよね一発目から、ま、負けてしまった。まずは弱いやつからだね。まずは弱いやつから倒していかないと。最初からね、思いっきりミスしちゃった。とりあえずレベルを3ぐらいまで上げようか。そうするとちょっと動きやすくなると思うし、毒消し草も入手できると思うんで、まずはレベル3まで上げよう。レベル3上がりました。 HP も40になったから、まあそこそこ強くはなったんじゃない。では次は兄弟を探すんだね。この先のあそこでしょ、お墓があったような場所、おそらくあそこにいるんじゃないですか、間違いなくね。ほら、仲間になりました。こっからレベル上げしてよかったな、ミスったな。最初一人でレベル上げしちゃったんでミスったな。まあいいか、うん、レベル2ぐらいすぐに埋まるさ。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。聞きましょう。わしは神様からのお告げを賜る巫女として、託されたお告げをありのままに伝える。間もなくこのエテーネの村は大いなる災厄に見舞われ滅びる。そういう話？エテーネの民は一人残らず死に絶えるじゃろう。そんな なんですか、そのお告げは。神様は私たちを見捨てるのですか。静まり、お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが光明が残されていないわけではない。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草天使の花があれば滅びの運命から逃れられる。それを取ってくるのが最初のミッションね。わかった。おお、よかった。レベル上げが必要そうだな。天使の花なんて聞いたことないわ。レベル8まで上げました。で今買える最強装備をつけております。まあこれぐらいあれば全然倒せるでしょう。まず最初はゴーレムからか。まあ多分ね、最初のこの洞窟なんかは絶対に行けるような設定になってるんだろうね。うん、兄弟と真意は1回の戦闘ごとに HP、MP 回復するようになってるし、
もう全然余裕で最初はいけるはず。もう8まで上げなくてよかったな。何かいるんでしょ？やっぱり。あれは。ああ、花が。燃えろ燃えろ。忌まわしき天使の花はこの魔導鬼ベドラー様がすべて焼き尽くしてくれるわ。やめろ。こいつがボスか。最初のボス。あとなんかフラフープに乗ってなんか楽しそうにしてるやつが出てきたね。あ、シャドウ覚えてる。いや、通常攻撃の方が強いか。16。意外と攻撃力高いぞ。大丈夫。兄弟はホイミで回復してくれるんで大丈夫でしょう。通常攻撃の方がダメージ入る。おお、結構ダメージある。ある程度レベルは上げてこないと厳しい感じか。ナイス。でもホイミをね順次かけてくれるんで死ぬことはなさそうね。でもレベルとか攻撃力が足らずに HP じゃない MP が枯渇して全滅ってこともありえるか。そろそろ、お、このなんだろう、名前が黄色赤と変わってきて敵の HP のなさが分かるっていうのがいいよね。もうちょっとで終わりっていうのが分かるんでそれはすごくいいところ。もういいや、ご利用していけ。おい、あぶねえ。いやー、やばい。意外と強え。よし、もうちょっとだ。俺も回復に一度回ったがいいか。いや、もうここはご利用しだ。全体攻撃が結構辛いね。全体攻撃されるとやばい。よし、まあレベル6ぐらいでもいける感じかな。8だったら結構余裕だった。はい、ということで最初のボス撃破完了です。まあ、こんな感じでストーリーもやりつつ、攻略なんかも出していけたらいいかと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。